河野越次郎河野越次郎6月15日から1944年9月8日は日本の陸軍軍人最終階級は陸軍中将愛媛県出身木工業河野民吉の次男として生まれる松山中学校を卒業を経て1913年5月陸軍士官学校を卒業同年12月 不評少尉に任官し不評第8連隊付となる。陸軍不評学校付などを経て、1924年11月、陸軍大学校を卒業した。1926年2月、参謀本部付勤務となり、品中東軍参謀を務め、1928年8月、不評少佐に昇進。1929年3月、不評第1連隊大隊長となり、 不評第75連隊付第3師団参謀、第8師団参謀を務め、1933年8月、不評中佐に進む。1934年8月、関東軍参謀に就任し、陸士付け、市が中東軍司令部付を務め、1937年8月、不評大佐に進級し、第3師団司令部付となる。百三十八年三月、 北品方面軍司令部付けに発令され、日中戦争に出征。同年5月、北品方面軍特務部付けとなり、第12軍司令部付け、最南特務機関長、山東省特務機関長を務め、1940年3月、陸軍省省に進級した。1941年10月、第12軍参謀長に転じ、金山東省特務機関長を務め、 1942年12月、関東軍司令部付として、満州国軍西部最高顧問となり1943年3月まで在任。1943年6月、陸軍中将に昇進。東部軍司令部付を経て、1943年9月、第53師団長に親保され、ビルマの戦いに出征。 病のため1944年4月、参謀本部付となり帰国したが、同年9月に先病死した。ありがとうございます。